リウィウス・セウェルス・テの明アス。里面に、リキメルのモノグラムが刻印されている。フラウィウス・リキメルは、西ローマ帝国末期のローマ化した、ゲルマン人の将軍である。456年にアウィトゥス・ミカドを廃位して、マギステル・ミリトムの地位に就いた、彼は死去する472年までに4人の皇帝を、区物として擁立し、3人の皇帝を、廃位、殺害して、国政を朗断した。 彼の死の4年後に西ローマ帝国は滅亡した。リキメロス、またはリキメールとも日本語表記される。リキメルは父がスエビ族の王族であり、母は西ゴート王ワリアの姉妹、または娘であった。スエビ族と西ゴート族との同盟は418年にワリアが死去する以前に結ばれ、彼の後継者たちは亡き王の親族と敵対関係になったと推測される。 西ローマ軍に入ることは、蛮族内の主導権争いに敗れた者が、しばしば選ぶ選択肢であり、リキメルの家族は、西ローマ帝国に仕えるようになった。リキメルの妹は後に、ブルグンと王、グンディオクと結婚している。同時代のシドニウス・アポリナーリスの記録によれば、リキメルは、皇宮護衛隊長を務めるマヨリアヌスと共に、マギステル・ミリトムのアエティウスに仕えており、 マヨリアヌスとは親友であった。454年から455年にかけて、アエティウスの粛清とそれを行った皇帝、ウアレンティニアヌス三世の暗殺という一連の政変によって、西ローマ帝国では、権力の空白が生じた。皇帝暗殺の直後に、元老院議員、ペトロニウス・マクシムスが皇帝タルを宣言するが、わずか在位3ヶ月で、ローマの群衆によって殺害され、 その直後に、バンダル族による、ローマ合略が起こっている。ローマ合略の後、西郷党テオドリック二世は、ガリア軍区司令官だったアビトゥスを皇帝に擁立した。アビトゥスは指示の見返りに、西豪土族に、スエビ族が支配するヒスパニアへの侵入を許した。アビトゥスの申し出に同意した、テオドリック二世は彼に、西豪土族の護衛をつけて、ローマに入場させて、 定位を確保させた。アビトスミカドは、西ゴート族のレミイストスオアエティウスの死後空席になっていたマギステルミリトムに任命している。アビトスミカドアビトスミカドがローマに到着すると、マヨリアースは、不祥武将ではあるが神帝への指示を表明した。その後、アビトスミカドは、リキメルを軍の要職である特軍に任命した。リキメルは、 配下のゲルマン人傭兵による陸軍と海軍を用いて帝国と紛争を起こしている蛮族との戦いを指揮した。リキメルは456年にバンダル海軍を破り最初の軍事的成功を収めた。この戦いについて歴史家プロコピオスはアウィトゥスミカドが彼をバンダル族討伐のためにシチリアに派遣したとし、一方ガリシア司教ヒダティコスの記録では コルシカ島の近くでバンダル族を撃破したとしている。地中海での戦勝により、アウィトスミカドはリッキーメルをイタリア軍区司令長官に任命しており、これは西ローマ帝国の軍職では2番目の行為である。アウィトスミカドの後ろ盾となっていた西郷島、テオドリック2世は西ローマ皇帝の名においてスエビ族討伐の大義名分を得てヒスパニアに侵攻し、 末病レキアリウスの軍勢を撃破したが、その時にはアウィトスミカドの命運は尽きていた。アウィトスミカドは元老院と市民の懇願によってローマに今日定めたが、社主と公職が避難の的になり、彼と共にローマに入った西ゴート兵の応募が市民の憎悪を受けた。市民の暴動が起こり、リキメルがこれを焚きつけた。西ゴート兵は、 恐れるに足りないと考えたリキメルとマヨリアヌスは、公然と反旗を翻し、アウィトゥスミカドは、ローマから逃亡した。アウィトゥスミカドは、ガリアに逃れ、リキメルとマヨリアヌスは、ローマの元老院を説得して、ラベンナのアウィトゥス派討伐に同意させた。456年10月16日、二人が率いる、軍は、マギステルミリトゥムのレミイストゥス率いる皇帝軍を打ち破り、 ラベンナを包囲して、これを落とし入れた。ガリアで兵を集めて、イタリアに帰還しようとした、アウィトゥスミカドアキタイタリアのプラケンティアで、リキメルとマイオリアヌスに敗れて捕らえられた。敗位されたアウィトゥスミカドは、プラケンティア司教として生きながらいることを許されたが、結局、後に殺害されている。西ローマ皇帝が空位になると、この頃に新たに東ローマ皇帝に即位していた。 レオ一世は、リキメルに、パトリキの称号を与え、ついで457年2月28日に、マギステルミリトムに任命した。レオ一世は、リキメルに変えて、マヨリアヌスを、イタリア軍区司令に任じた。西ローマ皇帝を書いた状態であり、レオ一世は、リキメルを西方における自らの代理人にしようと、望んでいた。マヨリアヌスミカド460年時点の東西。 ローマ帝国ゲルマン系蛮族出身のリキメルは皇帝になることはできなかったが、マギステルミリトムとしてガリア、ヒスパニアそして北アフリカを占拠するゲルマン人たちに影響力を及ぼすことができた。彼には西ローマ帝国を解体して東ローマ帝国の代理人として統治する手段と外儡皇帝を擁立して西方の権力を掌握する手段とがあった。 彼自身は前者を望んだが、ローマ人貴族階層がこれに同意しなかったため、リキメルは後者を選ばざるを得なかった。マヨリアヌス、ミカドニシローマ皇帝の空位を継いで、アラマン二族がイタリアに侵入した。ラエティアを出発した彼らはイタリアに浸透し、マッチョーレコにまで進出した。マヨリアヌスは、軍を率いて北上し、アラマン二族を撃退した。年月日。 マヨリアヌスワード・コルメラスと呼ばれる場所で、兵士たちによって皇帝に衰退された。マヨリアヌスが、自らの苦物になりうると考えたリキメルは、東ローマ皇帝レオ一世を説得して、彼の即位に同意するよう促しました。リキメルは友人を操縦しうると考えていたが、マヨリアヌスミカドーは、諸改革に取り組み、統治者としての有能さを示した。神帝は、 バリアの再征服とヒスパニア遠征で軍事的力量をも示した。マヨリアのスミカドはブルグント族と西ゴート族を屈服させてアウィットスミカド以前の同盟部族の立場に戻させることに成功した。そしてマヨリアのスミカドはバンダル王、ガイセリックとの戦いを準備する。ヒスパニアで遠征艦隊を建造していた。 マヨリアヌスミカドーは、現在のバレンシア近くでガイセリクの奇襲を受けて、大敗を起死し、艦隊は焼き払われた。このため、マヨリアヌスミカドーは、バンダル族によるアフリカとコルシカ島そして、バレアレス諸島の支配を認めざるを得なくなり、アフリカ西部のヌミディアとマウレタニアの支配も、失ってしまった。マヨリアヌスミカドーは軍を解いて、イタリアへ帰還しようとしたが、彼の不在中に、 リキメルは皇帝に反旗を翻す、要元老院を説得していた。皇帝が北イタリアのトルトーナにまで来ていると知ったリキメルは、兵を送り、彼を捕らえた。461年8月3日に、リキメルはマヨリアーノスミカドを廃位し、8月7日に拷問を加えた上で斬首した。リウィウスセウェルステリウィウスセウェルステリキメルはおよそ3ヶ月間、 西ローマ帝国を皇帝不在のまま統治し、461年11月19日に、凡庸な元老院議員リウィウス・セウェルスを、傀儡皇帝に擁立した。リウィウス・セウェルスは、元老院の承認を受けていたが、東ローマ皇帝レオ一世は彼を同様たる、西カドと認めることを拒否した。リキメルによる、マヨリアーノスカド殺害は、軍隊の一部、とりわけ、アエギデウスと、 マルケリヌスには不満であった。二人の将軍は、リキメルと公然と抗争を始め、リウイウスセウエルステイを認めようとはしなかった。シチリアを守っていた、マルケリヌス将軍は、リキメルの差し金で部下が反乱を起こすと、ダルマチア族州へ渡って、東ローマ皇帝の名のもとに占拠し、パトリキウスを自称して拡拠した。ガリア特軍権司令官だったアエギデウスは、 優れた人格の有能な将軍として評価されており、リキメルの十作と西豪都族によって、ローマ神軍こそ叶わなかったが、フランク族の指示を受けて465年に死去するまでガリアを統治し続けている。西方の将軍たちと敵対してはいたが、従順なリウィウス・セウエルステを区物とする、リキメルは西ローマ帝国の主人となった。リウィウス・セウエルステの知性において、 リキメルが直面した主要な問題は、バンダル族との軍事的対立と、東ローマ帝国との政治的対立である。バンダル族は455年に、皇帝ウアレンティニアヌス3世が暗殺されて以降、イタリア沿岸部への襲撃を続けており、イタリア経済を破滅へと追いやっていた。同時に、東ローマ皇帝レオ一世は、リヴィス・セウェルス帝の合法性の承認を拒み、この結果、 西ローマ帝国への援助も行おうとはしなかった。462年に東ローマ帝国はバンダルをガイセリックと和平結んだがバンダル族の襲撃に介入しようとはしなかった。税収は激減し、そして西方の使用部隊は反対派の支配下にあったことによりリキメルは西ローマ帝国の安定を回復するために東ローマ帝国の援助を渇望していた。 このような状況下では、リヴィウス・セウェルス帝の存在は、リキメルにとって、障害になった。465年に、リヴィウス・セウェルス帝が死去すると、リキメルは18ヶ月間、西ローマ皇帝を空位のままとし、東ローマ皇帝レオ一世が、リヴィウス・セウェルス帝の後継者を指名するのを待った。アンテミウス・ミカド・アンテミウス・ミカド・バンダル族はこの皇帝の空位が、西ローマ帝国に対する、 影響力を増す後期であると捉えた。バンダル族の王、ガイセリックは、オリブリオスを西ローマ皇帝の候補に押した。オリブリオスとガイセリックの息子フネリックは、共に、ウアレンティニアヌス3世の巫女を妻としており、ガイセリックとは、遠赤関係にあった。オリブリオスが、定位につけば、ガイセリックが、リキメルに代わる帝国の実験者となりうる。 東ローマ皇帝レオ一世に圧力をかけるべく、バンダル族はイデュリクムやペロポネソス半島その他のギリシャ沿岸の東ローマ帝国の領域を襲撃した。バンダル族の襲撃の増加に直面したレオ一世は467年にイデュリクム軍区司令官のアンテミウスを西ローマ皇帝に指名した。レオ一世はアンテミウスにダルマチア軍区司令官のマルケリヌス将軍をつけて イタリアに送り込み、西の定位を確保させるとともに、バンダル族から北、アフリカを奪回することを望んだ。当初、リキメルは、アンテミウスの使命は、自らの権力を弱めるものになるとみなした。リウィウスセウエルステイと異なり、アンテミウスは成功した軍歴を持ち、さらには、テオドシウス長との血縁も有していた。しかしながら、東ローマ帝国からの援助を欲していたリキメルは、 彼を受け入れざるを得なかった。神帝との絆を強めるために、リキメルは、アンテミウスの娘のアリピアと結婚し、しばらくの間は、両者の間に平穏が保たれた。アンテミウスは即位するとすぐに、リキメルの権力と釣り合いを取らせるために、マルケリヌスに、パトリキの称号を与え、リキメルと並ぶ二人目のマギステルミリトムに任じた。468年。 東ローマ皇帝レオ一世は北アフリカのバンダル族に対する大攻勢を組織させ、東西のローマ帝国が相当数の軍隊を集めた。レオ一世の議定にあたるトラキア軍区司令官のバシリスクスが東西合同軍の最高司令官となり、マルケリヌスが西方からの攻撃の指揮官となった。バシリスクスとマルケリヌス、そしてエジプト軍区特軍の ヘラクリウスによる3方向からの攻撃が計画された。戦績の戦断によって運ばれるバーシリスクスの率いる主力部隊がカルタゴから離れた場所に上陸し、トリポリタニアから精神するヘラクリウスの軍隊と合流する手はずになっていた。マルケリヌスはシチリアとサルデーニャを確保した上でカルタゴへ向かう。マルケリヌスの指揮下に置かれたリキメルは遠征の 西方軍のかなりの部隊を敷き下した。遠征中のリキメルの行動は彼が密かに敗戦を望んでいるのではないかとの疑惑をもたらした。これは現実のものとなり、ボンミサキの戦いで合同軍は惨敗を喫した。艦隊の半数が沈められてバシリスクスはコンスタンティノープルへ逃げ帰り、マルケリヌスはシチリアで部下に暗殺された。この結果、 トリポリタニアとサルデーニャそしてシチリアがバンダル族に征服された。バンダル族に対する遠征の失敗は東西ローマ帝国の軍事力を大きく減らせた。敗戦を知った西ゴート族はガリアヒスパニアへの領土拡大をバンダル族はイタリア襲撃を各々再開させた。加えてマルケリヌスの死によりリキメルが西ローマ帝国における唯一のマギステルミリトゥムとなってしまった。 マルケリヌスは、アンテミウス・ミカドが徴用する二人の将軍の一人であり、彼の死は皇帝とリキメルとの確執を広げることになった。リキメルは、アンテミウス・ミカドを、つまらぬ、キリシャ人と呼び、アンテミウス・ミカドは、リキメルを、ボーンの男とののった。彼らの不和が臨界点に達したのは、リキメルの支持者であったマギステル・オフィキオルム・ムロマヌスの裁判であり、 470年にアンテミウス・ミカドは反逆罪により死刑を宣告した。アンテミウス・ミカドがロマヌスを処刑すると、リキメルは数千の兵を率いて北上し、メディオラノムに入った。メディオラノム司教、エピファニウスが両者の調停に当たった。オリブリオステ司教の尽力にもかかわらず472年に内戦が勃発した。万族の傭兵を率いるリキメルは、 ローマへと進軍した。包囲されたアンテミウスミカドはセーペテロ大聖堂に避難した。東ローマ皇帝レオ一世は両者の仲介のためにオリブリオスを派遣したが、同時にアンテミウスミカドに対して彼を殺すようにと進める秘密の手紙を送っていた。リキメルはこの手紙を手に入れてオリブリオスに示し、彼に皇帝の印であるシーを送った。 後意戦は5ヶ月間続いた。リキメルは、市内への突入に成功し、テベェレ川の港とパラティーノと分断して、皇帝の支持者たちを得させた。両軍ともガリアの軍隊に援軍を求めたが、ブルグント族のガリア軍区司令官グンドバトは、おじのリキメルに加担していた。アンテミウスミカドは支持者たちが皆逃げ出すまで、踏みとどまった。物乞いに変装して町から脱出しようとした皇帝は、 サンタマリアイントラスティベレ制度で捕らえられ、7月11日に、ここで斬首された。その後、リキメルは、オリブリオスを正式に皇帝の座に据えた。ロムルス・アウグストゥルスが廃位された476年時点の、東西ローマ帝国。ガリアの大部分とヒスパニアが失われている。残されたガリア北部もシアグリウスの支配のもと、事実上の独立状態だった。 アンテミウスミカドを配位した6週間後の472年8月18日に、リキメルは不意の大出血によって死去した。彼のパトリキの称号とマギステルミリトゥムの役職は、老いのグンドバトに引き継がれた。グンドバトは、翌473年に、ブルグンド王に即位した。また、リキメルが、最後に擁立した、オリブリオスミカドは、わずか4ヶ月の在位で死去している。 以後、強力な指導者を書いた西ローマ帝国は、より頻繁な皇帝の配立を繰り返すことになり、効果的に権力を固めることができた者はいなかった。リキメルの死から4年後の476年に、ゲルマン人の傭兵隊長を脅かるが、最後の西ローマ皇帝、ロムルス・アウグストゥルスを排位しており、彼は真をはじめとする皇帝のシリシト・テーザをローマから、コンスタンティノープルに移すとの所管を、 東ローマ皇帝ゼノンに送り、一般的にはこれをもって古代ローマ帝国の滅亡とされている。JB ベリーをはじめとるする歴史家たちは、リキメルの地位と帝国支配は彼以前にマギステルミリトムに就任したバンダル族出身のスティリコの時代と彼の死後にイタリア王となったオドアケルトをつなげるものであったと結論づけている。ありがとうございます。